よし、おはようございます。すげえすげえ感じだな、なんか全員大集合じゃん。準備できてる？自分のことかっこいいと思ってる？思ってます。おー、食わせるもんぜ、食わせるもんぜ。大丈夫です、大丈夫です。うわ、ちょっと待って、ゴキブリ出てきた。初めて見た俺。よし、じゃあ行きますか。はい、行きましょう。みんな どっから横浜です。横浜経験者いますか、ちなみに。経験者いない、はい、みんな未経験。未経験だ。年もじゃあバラバラなのか。みんな20前半っぽいですけど。あ、僕20で22でしょ。29です。僕18です10個、10個違う、10個僕もうすぐ28なんだよ。2人は東京は、はい、初めてです。あ、2回目ですね、あのオーディション以来で。お願いします。失礼します。はい、じゃあ自己紹介を。はい、岐阜から全て捨ててきました。33歳、源氏名桜井優斗って言います。さあ、もう決めてんだ。はい、ちょっといい声でさ、はい、ちょっと待てよって言って。いいですか。うん、ゆみと、ちょっと待てよ。そんな、うん、お前俺に惚れてんだろ。俺に惚れてんだ。何でしたっけ？源氏名何でしたっけ？桜井優斗。どうして動画の反響は？僕は田舎すぎて反響なかったっすね。あ、そうなんですか。どういうさ、内容とか分かったらさ、はい、若いですね。動画、自分のことを取り上げていただいたじゃないですか。え、何、 JR の車掌さんなの？あ、そうですね、今車掌やってます。あ、で、入るとしたら寮ね。はい、いや、あ、寮じゃないの。あ、寮じゃない。入らなくてもいいかな。東京何個か家ある。何個か家ある。え、それ何。女の子の鍵。あ、そうです。クズ親じゃねえか。典型的な。コメントを見てて、女の家に住んでるホストのところにわざわざ指名して行く姫なんかいないだろうみたいなコメントが結構何個かあって、やっぱりそれ良くないなと思って、結局自分で家契約しちゃったんですよ。あ、そうなんですよ。だから今鍵ちょっとずつ返してて、今もう1個だけになりました。1個だけになりました。よし、じゃあ行こう。行きましょう。とりあえずこんなもんじゃない。まあお風呂セットとか、あの歯磨きとか洗顔とか、うん、オッケー。よし、すげえ感じだな、なんか全員大集合じゃん。準備できてる？大丈夫よ。久しぶりやん。よし、じゃあ一回撮ろう。はい、黒崎さん見た？あ、見ました。あ、GWP って 8OK でしょ。 GWP です。え、 GWP 絶対ない、絶対ない、絶対プレイヤーよ。悔しかった？悔しかった、めっちゃ悔しかった。見返せるように頑張ります。で、まあ今日から、実際にあの働くことに、まあ、なるんだけど、はい、ここからクラブとシックの振り分けをね、一旦決めていきます。はい、クラブ行きたい人。はい、シックへ行こう。はい、どちらでも大丈夫です。どっちでも大丈夫です。 OKOK、はい、じゃんけんじゃないですか。じゃんけんにします。いや、これ本当ガチだったらマジでそんな出るんです、じゃんけんです。まあまあ確かに、本当にどっちでも、はい、これ運だからね。勝った子3人がまずクラブ確定だ、今日から。
はい、はい、じゃんけんぽい。あ、じゃあ2人逃げて、これで勝った方がじゃんけんぽい。はい、シックシックだ。あ、これは本当にあのハリーポッターでいう組み分けみたいなもんだから、もう全然もう全然もうそんな気にしなくて大丈夫。でも事前に、源氏名決めてきたって子いる？お、結構決めてきたね。何番だっけ？エントリーナンバー17番。ああ、そうだね。いやいや、いい声で、はい、じゃあ自己紹介して。桜井優斗です。よろしくお願いします。よろしく。ヨンスでいきます。ヨンス？ひらがなで、リズミでお願いします。リズミ。花束、リョウミ。マキシマ、トーグでお願いします。トーグ。決めてきてない人一回立って、今社長が決めるから。じゃあ順番に行きましょう。あっちから。私は韓国系なんで。韓国、そうなんですよ。ソン・フンミンとかにする。サッカー選手のスーパースター、うん、今アジアですごい、うん、サッカー好きなんで、まあ、ソン・フンミン。ヒダの始めましょう。なんだろう、名前何っぽいですか。俺なんかタクト、タクト、そっち系。あ、前職なんだっけ。工場です。あ、いいね。あ、鈴木とかそっち系のやつ。日産ですね。日産だ。やっちゃえ、タクト。やっちゃえ、やっちゃえ、タクト。お見なさい。か、なんか、カズト、カズト、カズト。あ、カズト、あ、いいっすね。北斗でいいんじゃない。北斗、カズトだったらどっちがいい。北斗の方がいいですか。北斗。じゃあ北斗にしますか。かっこいい。なんか、名字普通の方がなんか、まあ、そうっすね。中村北斗にします。あ、いいっすね、決まり。はい。ありがとうございます。じゃ中村北斗。34。まあ、一応ちょっと考えてきたんですけど。あるんかい、何流星だったじゃないですか。時世一度きりですか、見たいから今。よし、オッケー。そのぐらいですか。まあ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 。ああ、流星だった。はい、流星でいいかなと思って。そんな流星じゃねえんだよな。何にしようかな。なんか両親っぽいんだよね。髪型が分かる。三重京都さん。ああ、好きです。好きなんだ。はい。りょうた。りょうた、りょうたでいい。行きましょう。決まり。で、次行けばやで、ナンバー8番です。8番、GWP。覚えてる、覚えてるわ。はい。じゃ、GWP じゃない。絶対売れるから。そうそう、破れます、破れます。なんか俺、中性的な名前がいいと思うんだよな。はい。り、り、遠坂り。あ、いいっすね、決まり。遠坂り。名字だけ決まってて、下の名前を決めていただきたいなと思ってて。明石、赤い、赤につかさどるって書いて。あ、明石、明石。イッサ。ああ、アカシイッサ。イッサ。ああ、いいね。42番です。10番目。そうです。俺的には、俺もう一個決めてたのがあるんですよ。あ、そうですか。前回的場が八王から取ったじゃないですか。そうですか、はい。あいつのライバルが、まあ、俺の尊敬する上条聖也なんですよ。だから的場のライバルとして、はい、なんか俺上条聖也を。それ行きましょう。いや、え、正直本名で行きたいなと思って。何で行く？ソータで行こうかなと思って。もうライバルとか嫌ですね。もうなんか唯一無二になりたいです。うわ、いい、唯一無二になりたい。なりたいですね。でも俺のまあこれは一個提案だけど、やっぱ俺らって役になりきらなきゃいけないから、なんか良くも悪くも本名でホストやるとプロのスイッチが入んないと俺は思ってるのよ。だからプロを演じるって意味だったらやっぱ何かしらつけた方がいいと思うよ。ああ、それだったら俺一個手あるんですけど、うん、俺の両親が生まれる時に、うん、ソータと、うん、あともう一つなんか候補の名前あったらしい。何何何、なんかアートっていう名前だったんですよ。でも、うん、アートだとちょっと悪く見えすぎるかなってなって多分ソータ。いや悪くないよ、なんかめっちゃ引っ越しとか手伝ってくれそうや。まあアートかソータで行こうかなと思って。でもアートピンとこねえんだよな。ピンとこないですか。まあ悪くはないけど、ソータっぽくはあるんだけどね。そうなんですね。ソータで行きますか。じゃあ試しに。ソータで行っていいですか。行っちゃいましょう。ソータで。じゃあソータでするか。はい、はい、今日から実際に、席もついたりとかもするだろうし、まあ基礎的なところからまず教えるから、黒崎さんクラブ、俺シックっていう形になるんで、クラブの子はクラブに移動してしっかり研修をまず受けましょう。お酒の作り方からテーブルマナー、そしてテーブルで聞いちゃいけないこと、例えば俺だって年齢とか聞いちゃいけない、それも理由もあるんだけど、その理由とかも含めて、まず基本的なことを、勉強していきましょう。はい。で、もうお客様からしたら高いお金を払ってきていただいている、もう
普通のお客様で、みんなは新人だろうがベテランだろうが、もうお客様からしたら一キャストでしかないわけよ。俺たちは原価の何倍もの値段で、お酒をね入れていただく本当にトップオブトップの、ホストクラブの一キャストだっていうところ、もう今日から看板背負ってるのと一緒だから、はい、このプロ意識だけしっかり持って、ね、はい、大丈夫ですか。はい、はい、タイヤが、来るとき壊れてしまって、転がらないんですよ。転がそう転がしましょう。大丈夫？あ、大丈夫です。まあまあでかいのできたね。お、いいのがあるぞ。これ、もらっていいですかね。やめましょう。きっとです。森上さん、これルート全部取るんですか？いや、全部取らない。あ、そうですよね。心配なのが、はい、場所特定されないかなっていう。確かに怖いですよね、今の人たち。ここですよ。あ、ここですか。うん、エレベーターはありません。エレベーターはありません。あ、これを何階ですか。4階です。どうぞ。失礼します。部屋に。はい、靴を脱いでもらって、はい、なんか多分下に行くんだろうと思う。あ、ここが、はい、彼の部屋ですね。でこのでかい荷物、何が入ってるのかなって。確かにすげえ、あふれてる。じゃこれ全部服です。あふれてる。服です。服何種類ぐらい持ってきてるの。これだけでまあ1週間コーデはできる感じと、あと普通に後から郵送でできたら送らせてもらいたいなと思ってたんですけど。やめましょう。でも そうですよ。だって最初そんな私服着れないですよね。そうですよ。それにそうなんですか。服装規定っていうのがあるから、とりあえず最初スーツ、はい、いいちゃんとしたのが1個ありゃいい。洗濯はどこでなんですか。洗濯はベランダです。あ、ベランダがあるんですね。あ、ここベランダですか。はい、まだ干してます。洗濯ちゃんとしてるんで。嫌だな、その下着とかめっちゃうっすよ。こんにちは。お疲れ様です。まだちょっと。あ、全然大丈夫。すごいな。ここは4人1部屋ですね。ここ4人1部屋ですね。ここの新しいところ。ここ新しいんですか。ここ新しいです。入ってまだ1週間ぐらいの新しい家で、2段ベッド2つで4人ですね。ここはカーテンなしで生活してるんですか。いや、カーテンこれから店長に買ってもらいます。現状は出してる。そうっす、今ないんですよ。今気づいた、本当にカーテンになって入る。入りますね。あとこっちが入りますね。ちょっとじゃあ、はい、何持ってきてるの。ちょっと何もないんだけど、こっちは服で、こっちはお菓子は。お菓子は、友達のお母さんからもらったやつなんですけど、メロンパンとかも、はい、その人がくれて、はい、泣きそうでした。結構そういうなんか付き合いがたくさんあったんですか。そうですね、その子と高校一緒でずっと仲良くて、その子のお母さんからメモ付きでもらいました。僕、ぐちゃぐちゃですね。しゃけちゃったんで、ちょっと恥ずかしいんですけど。ダンベルっすね。ダンベル。はい、まあ、筋トレが趣味って言ってました。そうですね、やっぱジム通いたいんですけど、まだ売れるまでは通えないじゃないですか。なんでそれまではこれで我慢しようかなっていう。
それでまあ、すげえ、1日何回ぐらい、もうこれもセット、ワンセット15回で、それを3セット、4セット、5セットですね。そんなやる、はい。これ一応筋トレとかですね。これ70キロです。70キロ握力70ですね、一応。あともう、ヘアスプレーとか、化粧品全般っすね。化粧品、はい、全てを岐阜に捨ててきたけど、はい、持ってきたやつですね。持ってきましたね。いじってきましたね。岐阜から全てを捨ててきました。33歳。源氏名、桜井優斗って言います。でもね、一番多分当たりの量だと思う。本当ですか？やった。量、何個あるか分かんないけど、はい、多分ほんとズバ抜けて綺麗。髪の毛一本ないっすよ。来ました。ここ、この2階です。はい、物だな。古いけど、まあ綺麗でしょ。綺麗、綺麗ですね。ここが部屋で、それと風呂で、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機がね、こう外にあるから、うん、分かりました。普通の洗濯機。これもう自由ですか？うん。で、柔軟剤で自分で用意して、はい、まあ、外にあの棒ある、そこで干してもいいし。はい。あ、で、まあ、ルールじゃないけど、結構ね、ゴミ汚いから、ゴミとかね、虫めっちゃ出るから、窓ちゃんと閉めるぐらいで。あ、うわ、ちょっと待って、ゴキブリ出てきた。うわ、でかっ。え？初めて見た、俺。え、どっから来てんだろ、これ。これで、つくんじゃないですかね。あれ、いなくなりましたね。ちょっと待って、トイレな、いるいるいる。どこにその、これの奥にです。うっ、すごい、ごめん、疲れた、マジ。どうしよう、じゃんけん。じゃんけんしね。俺ちょっと虫マジ怖い。変身さんもやりましょう。いやですね。4人でじゃんけんしよう。あんま遅くないと店長怒られる。じゃんけん、ぽい。しろ。よし、じゃんけん。じゃんけん、最初。最初はグー。じゃんけん、ぽい。はい、よし。マジか。あれ、一緒にやろう。左担当。まずいっすよ。本当に虫怖い。だから逃げるからさ。あっ、ちょっと待って。おぉ。3、4、2。あっ、待って、マジで怖い。ね、あ、ごめん、疲れちゃった。OK、OK、あ、待って、いい、それで、それでいい。おぉ。あ、いい、OK、OK、ちょっと待って、いい。ズボン抜けて綺麗。髪の毛一本ないっすよ。じゃあ電気消していきましょう。はい、あの光熱費は割る4なんで。いきまーす。今俺に惚れてるんだよ。どんぐらいで呼べますか？はい、えー、我慢しならそれが素敵な夜に僕が盛り上げるんで、おめでとうございます。はい、よろしくお願いします。よいしょ。もう先ねえもん。もうこけたら俺マジ人生積むもん。